見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。この動画では今月のカービィグッズイベント動画の中で使ったスケジュール表をもとに来週のカービィに関する情報をチェックして、私も皆さんも買い逃し漏れがないように楽しくカービィと遊んでいけるようお手伝いしていきます。その後は個人的に気になる少し先のカービィグッズ情報をピックアップしてお届けしてから、新しくいただいたファンアートを紹介していきます。それではぜひ最後までご覧ください。週明けの前に17日から新宿で開催している限定ショップカービィカラフルストア、こちら前回の大宮ではデジタルチケットが必要でしたが、今回はフリー入場となっています。公式のツイッターやホームページには記載がなくて混乱している方がいたので、この場で情報共有しておきます。開催は28日日曜日までとなっています。限定グッズの販売お会計2000円ごとに缶バッジがもらえるのが特徴です。あとはなんといっても大きなカービィやワグルディに出会えるのが嬉しいです。それでは週明けの情報を見ていきます。週明け22日月曜日、缶バッジコレクションが発売します。こちらは食玩で全14種類ランダム封入です。缶バッジの雰囲気としてはカービィカフェの刺繍缶バッジのようで、手触りが良さそうです。シークレットが1種類あるのが気になります。23日火曜日、神尾ジャパンさんからスマートフォンストラップが発売します。可愛くスマホを守れます。それから受付中のカービィ柄の T カードの予約が終了します。こちらは2019年に発行されたものの再販となります。 T カードに合わせてオリジナルスライドカードケースも予約の受付をしています。カードケースの方は8月22日まで予約できます。24日水曜日、 T カードが早速発送されます。予約終了からスピード対応ですね。それから書籍覚えておきたい慣用句が発売されます。カービィと一緒に役に立つ知識がつきます。25日木曜日、キャラスタムステッカーが発売されます。3枚セットのステッカーです。オーロラ加工が綺麗でスマホを可愛くカスタムできます。26、27日は今のところ特になくて、28日は新宿のカラフルストアの最終日です。大宮の時とは違って最終日は早く閉店するアナウンスは出ておらず、営業時間は平日午前11時から夜21時、土日は開店時間が30分早くなって午前10時30分から夜21時までとなっています。来週の予定は以上です。ここからはピックアップニュースをお届けしていきます。今回は4つあります。1、リーメントさん新作発表。出来が良くてハンマクスリとくる小ネタを仕込んだカービィのフィギュアを多く出している会社リーメントさんから、8月に新作スイングカービィ in ドリームランドが発売されます。カービィたちがゆらゆら揺れている可愛い情景を手に取ることができます。キャラに合わせた縦長の背景が立体で作られていて、台座の刻印は高級感を引き立てます。エフィリンはフィギュアシリーズ初参戦でディスカバリーらしく、草原のビルディングでカービィと一緒にソラナを散歩をしています。通販サイトでは予約が始まっていて、場所によっては定価より安く買うことができます。こちらは去年第1弾が出ていて、クオリティの高さは
保証されています。ビーメントさんからは今月末に小物系フィギュア、腹ペコ、ハービーキッチンが発売します。そちらもとても楽しみです。2. グッズのアートがそのままぬいぐるみに。4月にキャンペーンが開催されたスイートドリームスのグッズがさらに展開されます。ぬいぐるみ4種類、マスコット2種類、クッション1種類が7月下旬頃発売となっています。グッズのイラストがそのまま立体化するのは嬉しいですね。あわあわな部分やトールなどはぬいぐるみでの表現に合っています。発売元はカービィのぬいぐるみにおいて最大手の三栄貿易さんです。すでに予約を開始していて、駿河屋ではお安いからか売り切れているものがあって人気です。 3. ガチャルポンを回して。星のカービィディスカバリーのゲーム内に登場するガチャルポンを再現したフィギュアが現実のガシャポンで発売します。商品名は星のカービィディスカバリーフィギュアコレクション1です。1回400円、全4種類です。サンプルを見たところ、ゲーム内と同じポーズ、台座にレアリティが書いてあるところも同じで発売が楽しみです。カービィカフェやカフェ口の車頬張りケーキと並べて写真を撮りたくなります。商品名1ってことは2も期待しちゃいます。4.1万くじ新作。10月中旬に新しいカービィの1万くじが発売されます。コミックなカービィ&フレンズという商品名です。イメージアートはコミックパニックとお絵かきシリーズに似ている感じです。1回700円です。ラインナップの内訳が出ています。珍しく A 賞がフィギュアになっていますね。恒例の大きなぬいぐるみはラストワンだけなのでしょうか。詳細が気になります。以上、ピックアップニュースでした。ファンアート紹介コーナー。送っていただいたファンアートを紹介していきます。今回は2名の方からいただきました。ありがとうございます。まずはエジプタンさんの作品を紹介します。なんとクロスステッチでカービィと私を描いていただきました。クロスステッチでのファンアートは初めてで感激です。プププランドのあれや星ブロック Wii のクッキーカントリーみたいな背景と細かいところまでカービィワールド全開です。クロスステッチの強みを生かしてピアスを配置しているお写真も見せていただいて、遊び心満載の作品です。お次はのののしアートさんの作品です。色が可愛い、魔法少女みたいになっています。スターロットがフォークのようになっていますね。これで大きなケーキを食べるのでしょうか。スターロットは食器モチーフのグッズがいくつか出ていて、そちらのイメージも強いです。お二人とも素敵な作品ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。 Dカードはデジタル対応ができて、カード自体は大事にしまっておくこともできるので、とりあえず予約するのもありなのかなと思います。今私生活が少し忙しくて、これからしばらく投稿頻度が減るかもしれませんが、できるだけ週1くらいのペースでは動画投稿をしていく予定です。また変更あればコミュニティや動画内でお伝えします。それからコミュニティ、ツイッターで皆さんの好きなぬいぐるみアンケート企画を開催しています。ぜひぜひ視聴者の皆さんのお気に入りのぬいぐるみを教えてください。結果は動画にしてコメントを抜粋して読み上げていきます。5月22日月曜日が締め切りとなっていますので、お待ちしています。今回はこの辺りで終わりにします。もしよかったらいいねボタン、動画へのコメントをお願いします。それでは。
また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。